おはようございます。まるで高原のそれにも似たすがすがしい朝、目覚めは良好だ。こうして朝の空気を吸っているだけで元気が出てくるな。北海道の綺麗な大気に絞りたての朝のエネルギーをもらっているような感じだ。おっと、今日は土曜日だっけ。おやすさんとの話し合いで毎週日曜は記事のまとめや機材の整備をすることになっているんだったな。日曜は基本的に動かない日になるから土日は連泊確定になるな。というわけで今日は今週最後の取材だ。いつも以上に気合い入れて頑張ろう。そうっすね、そっか。じゃあいろんなところ、つまり明日の分も取材してこいっていうところなんだけど、そうっすね、意外ともう行くところがのとりこぐらいしかないんだけど、サロマ湖竜宮台ちらっと見てか。んで今日オホーツク海岸まで行けるかなってところだな。この辺に何かあれば嬉しいし、なかったらどうしようかなって感じなんだけど、まずはのとりこ行きましょうね。左に行って十字路をまっすぐですね。それでは出発しましょう。左で十字路が出てくるからまっすぐ、あとは道なりか。あ、未舗装地帯か。あ、でもすぐ着いた。え、のとりこ広くない？うん、サロマ湖の南側に大きな湖があるのとりこ、過去のとろこ。これウィキペディアで調べると、なんか読みはどっちでも良さそうですね。じゃあ今からのとろこと読みましょうか。のとろこという名のほとんど海にくっついた湖だ。この辺りはこんな感じで海に隣接した湖がいくつかあって、いずれもホタテやアサリなどの貝が取れるらしい。へえ、いいね。確かここも半分海水だもんな。そうなんだ。広いなあ、のとろこ。びっくりした今。これはのとろこだけで結構時間を使っちゃうね。なんだか湖っていうよりも沼みたいな場所だな。うん、多分途中売店とかあんのかな。湖水が引いているのか、目の前は水たまりみたいな状態だ。湖の本体はずっと向こうに見える。はあ、今日もいい天気だ。お？俺は背伸びをすると湖を眺める。湖では地元の人が貝拾いに勤しんでいた。のとろこは海につながっている湖だ。そのおかげで貝がここでも取れるのだろう。何気に俺はしゃがみ込むと貝拾いの様子をなんとなく眺め始めた。おい、兄ちゃん。お、漁師っぽい。あ、あ、はい。どうした、兄ちゃん。なんか浮かない顔をしとるが。いえ、別に。少し考え事をしてただけで。そうかい？考え事ね。まあ、あんまりくよくよせん方がいい。それ、これでも食って元気つけて。老人は俺に貝の詰まった網袋を握らせてくれた。その中は薄茶色の貝でいっぱいだ。ありがとう、おじいさん。ところでこれってなんていう貝なんですか？何って、こりゃアサリに決まっとる。へえ、変わった色のアサリですね。普
アサリって黒いものだと。ここらのアサリは昔からこの色じゃ。はっはっはっは。変な兄ちゃんだの。老人はシワだらけの顔に笑いを浮かべ、さらに顔をくしゃくしゃにする。俺もつられていつしか笑っていた。アサリばかりですまんの。本当はウニとかも取れるのじゃが、いろいろ決まりがあってな。決まりですか。ああ、どの貝を取っちゃいかんとか、いろいろ細かい決まりがあるんじゃ。昔はタダで何でも取れたんじゃが、今はタダじゃないんですか。まあな、しかし金を取られるようにはなっても、やっぱりここで貝を拾うのはやめられん。やはりここらの貝を食って生きてきたし、これからもここの貝を食って生きたいからの。老人は少し寂しそうな表情でつぶやき、すぐに顔をほころばせ、自分の網袋をごそごそと探り始める。そうじゃ兄ちゃん、アサリで驚くようなら、きっとこれも見たことなかろう。ほれ。そして老人は得意げに妙な貝を俺に握らせた。あ、何ですこれ。それは丸みがかった長方形をした象牙色の二枚貝だった。大きさは10センチぐらい。あ、横から機関がベロンと飛び出していて、こんな貝は確かに見たこともない。何ですこれ。わっはっはっは、こいつはな。は？老人の教えてくれた名称はおそらく地元固有の呼び名なのだろうが、それにしても名前にするかな、それを。こいつはつつくと外を吸うからな、ほれ、な。半ば呆れている俺は、俺を見て、老人は得意げにそれについての説明をしてくれた。はっはぁ。ところでこれ食えるんですか。何を言っとる、うまいんじゃぞ。遠慮せずに持っていきなさい。あ、ありがとうございます。それ食って元気出して気をつけていきな。老人は微笑みながら立ち去っていく。俺は老人に向けて会釈をすると、渡された貝をじっと見つめた。これ本当に食えるのか。まあ多分あれなんだろうな。横からベロンと器官が出てるってことは、ハミチン的な感じの名前の貝なんじゃないかなって思う俺は。能取湖の反対側を見ると、遠くに池みたいなのがあった。手前は湿地のようなので、近づくのはやめた方がいいようだ。ちょっと綺麗でええんじゃんな。そっか、そう思ったら取ろう。湖畔に沿って歩いてみた。こっちへ歩けば海があるはずだ。この足元に埋まっているロープってスタック止めかなんかだろうか。もうなんだろうね。打ち捨てられた船がある。小さな漁船だな。こういうのがあるってことは、ここから港が近いのか。船の向こうにはトラックがあった。潮風と風雨にされて、ボロボロになった車体が痛々しい。俺は動けなくなった乗り物には、どうしても悲しいものを感じてしまう。いつか、自分のバイクが動かなくなったら、俺が事故で死んだりしたら、俺の相棒もこんな風に朽ち果ててしまうのだろうか。そう思うと胸がチクリと痛んだ。そんなことを絶対させない。俺のバイクはずっと俺と一緒だよ。こんな風に、なんて。こんな風になんてか。んで、ここで分岐があったから、ここ一回右に入って、おー、廃墟だ。
この一帯は生活の匂いの失われた場所、廃墟らしい。潰れた家は山に飲み込まれそうになりながらその姿を晒している。民家のように見える木造の建物だ。屋根は完全に潰れてしまっている。建物を取り囲む植物はやがて人の生活の痕跡を飲み込んでしまうに違いない。そうやっていずれここは土に帰るのだろう。ここは取ってもいいかな。で戻って奥に行きましょう。海が見えてきた。なんかハマナスの花が出迎えてくれてる感じだな。地図で見れば能取湖は海につながる湖なのだというのはわかる。だけどこうやって歩いて自分の目で確認するとその実感は格別だ。なんか自分が初めて発見した気分になるよな、ここをさ。右側に岬が続いている。足元には流木が転がっていて、俺はついついここでキャンプしたら焚き火ができるなと考える。誰もいない海辺で潮騒を聞きながら焚き火を眺める。そんな自分の姿を想像してみた。ちょっと哀愁漂ってるけど俺好みなキャンプだよな。何の小屋だろう。漁師の番屋っぽいけど壁に開いているとこもあるな。どれどれ、なんだろう。船とか網をしまう倉庫かな。もう長いこと使われてないみたいだけど。俺はここに来るまでに見た捨てられた船やトラックなどを思い出す。ここは小さな漁村だったのだろうか。この建物やトラックを見る限りそんなべらぼうな昔のものではないようだ。俺が知っている北海道の漁師の生活はそんなに貧しいものではなかったはずだ。跡継ぎがいなくなったとかそういう理由で放棄されたのかな。なんか人の生活の跡だけが残った場所って切ないよな。昔は活気があったろうと思えるだけに、ここで働いて生活していた人たちは今はどうしているんだろうな。はい、能取湖はちょっと哀愁が漂いますね。建物の周りは背の高い植物に覆われていて、人の手が入らなくなってからの時間が長いことを物語る。それで終わりか。そっか、じゃあ貝をもらっただけか。一応ここも取って、じゃあ移動しましょうか。哀愁が漂っていたね。行こう。まあまずは、十字路がありますから、そこまで行ったら、右に曲がりましょう。ここですね。で、あとは道なりなんだけど、地図を確認して、ここか、まっすぐ、基本的に右行って、左側行ってか。で、サロマ湖竜宮台はキャンプしたんだけど中歩いてないから、ここ寄りたいですね。寄ろうかなって思いますね。右行って左か。右側行って、んで、左側か。んで、もう？
あ、ここか。んで、ここを左側だな。だからまっすぐで、ここ入っていって砂利道じゃない方の道を行くと、サロマ湖竜宮台が見えてくるはずだ。そうだね。サロマ湖に向かって走ると行き止まりに到着した。看板には竜宮台と書いてある。多分竜宮城と同じ読みなのだろう。あ、そんなに奥まってないな。これは海岸線行けそうだな。あー、展望台って結構あるね。目の前には小さな展望台がある。割と新しめ。さて、登ってみたはいいのだが。おい、何にも見えないぞ。一応あれがサロマ湖なんだろうけど。これをどうやって記事のネタにすりゃいいってんだ。全くお手上げじゃないか。待ってみても何かあるわけじゃなし。ナイスな出会いがあるでもないし。いかん、本気でお手上げだ。俺の直感が次へ行けと言っている。まあ、たまにはこういうこともあるってことだな。後ろが海なのはいいんだけど、俺が求めているのはここじゃない。そんな気がする。まあね、整備されているところあんま好きじゃない主人公だからね。そっか、まあ一応通るけど。そっか、じゃあサロマ湖竜宮台はキャンプする分にはいいけどみたいな、あまり制作者の心に響かなかったのは伝わってきたね。はい、じゃあ移動しよう。ここは右で、ここも多分右で合ってるな。で、ここで地図を確認して、ここはまっすぐだと思うんだよ。そうだね。で、次がオホーツク海岸を目指すんだけど、多分ここを取材してキャンプに入るんだけど、キャンプ場じゃなかったらサロマ湖竜宮台か、まあもしくはこっち側に強制的に飛ばされると思うんだよな。まあここは賭けだね。あと、ここに、この辺に何か観光地があればいいんだけどなっていう感じで。それじゃあまっすぐ行きましょう。道が分かれてる。あ、小向け？小向けってなんだ？地図で見るとサロマ湖の北の方に小向けという湖があった。それで立ち寄ってみたのだが、遠くに湖は見えるんだけど、湖畔に出られる場所が見当たらないぞ。目の前にキャンプ場がある。ああ、じゃあ小向けでキャンプしていこうか。おーい、そこのライダーの兄ちゃん。俺が駐車場に入ってくると、向こうから青年が一人走ってくる。お、なんかサーフィンとか、サーフィンっていうか、あれか。スキーしてそう。こんにちは。余ってるんだ。よかったら食いなよ。調子に乗って焼きすぎちゃって。そう言いながら青年は新聞紙を開く。中には焼いた芋が3つ4つ5つ、とにかくいっぱい入っている。マジ焼き芋食えたの？
めっちゃいいっすわ。なんかね、さつまいもって純完全食らしいんすよ。食物繊維もね、入ってるからね、体にいいしね。ありがとう。じゃあ、ありがたく。でもなんでこんなにたくさん焼いたんですか？ああ、いつもならこれぐらい平気で一人で食べられるんだけどな。マジ？今日はなんか調子が悪くて。大食感なんですね。まあね、俺たちチャリダーは体が資本、食ってなんぼの世界だからな。そっか、自転車で回ってんだ。まあ確かにな、ツールドフランスとか出てるライダーとかは1日7000キロカロリーぐらい食うからね。炭水化物取らないと足が回んなくなっちゃうみたいでね。チャリダー？チャリダー？バイク乗りはライダーだろ？で、俺たちチャリンコ、かっこ自転車乗りはチャリダーっていうのさ。なるほどね、チャリダーか。北海道ならではの呼び方ですね。ああ、他にもあるぜ。歩いていくやつをカニ族とかさ。あとはあんたらライダーの別名でミツバチ族なんてのもあったな。ミツバチ族？どうしてミツバチ族なんですか？さあな、ブンブンと飛び回ってるからじゃないの？誰が最初につけたか知らないけど。ミツバチ族にカニ族か。まったく誰が最初に名付けたんだろうな。じゃあ小向けを回って、今日は小向け広い。思ったより広いな。小向けを回ってなんて思ったんだけど。キャンプ場の入り口にはアスレチックで遊べる一角がある。ここは正面に行こう。こういうの昔は大好きだったよな。今でもね、やってみると面白いよね。湖畔に出られそうな場所を探してうろついてみたが、どこも鬱蒼とした草に囲まれていてダメだった。走行しているうちに随分と歩いてきてしまった。お、右に見える沼みたいなの、あれは小向けじゃないみたいだな。そうか、結構歩いてみたけど、小向けはどこから見たらいいんだろう。ま、こういう散策は嫌いじゃないからいいけどさ。おー、海だ。こんなに近くに海があったんだな。いい移動してるぜ。おまけにあたりには誰もいないし。北海道ってどうしてこんなに人がいないんだろう。まあ。こんなロケーションの海岸、本州の海だったらきっともっと賑わっているだろうな。でもここなら、海に向かって大声で叫ぶという昔の青春ドラマみたいなことをしても大丈夫だな。はは。俺はなんとなく腰に手を当てて海に向かって仁王立ちしてみた。やっほー。違うな、海のバカ野郎かな。海のバカ野郎。まあ別に海は悪くないんだけど。じゃあちょっと戻って、反対方向か。もう一個か。アスレチックはいいな、取らなくて。こっちはキャンプ場か。キャンプ場いい感じだね。おお、ここは気持ちいい場所だな。開放的で地面の状態もいいし、キャンプするにはベストだぜ。地面が芝だから焚き火するわけにはいかないんだろうけど、でもここってすげえ絵になるぞ。キャンプに焦点を当てた記事を書くには絶好かも。アウトドア情報誌のキャンプ特集あたりで使われそうな、まさに絵になるキャンプ場だと俺は思う。空が広くて開放的で、木と芝の緑がいかにもという感じだ。一人旅もいいけど、ここならカップで長期滞在というスタイルも面白いだろう。あちこち回る旅じゃなくて一点集中で見て回るなら、
こういう場所にベースキャンプを張るといい感じ。空が広く見えるから星空も行けそうだしさ。あー、時間早いけどこのままキャンプしたくなるぜ。キャンプはね、します。うん、こういうベンチでのんびり文庫本読むとか昼寝するとか、そういう余裕のある旅もいいよな。時間を思いっきり贅沢に使ってさ。そっか、小向け来たけど小向けには行けないんだな。そうですか。じゃあキャンプしよう。よーし、今週の取材は無事に終わったぜ。明日はバイクと機材を整備して記事をまとめて、それと多少は体も休めておいた方がいいな。疲れが溜まっているのも事実だし。走っている間は夢中で気づかないけど、バイクを降りて初めて体や機材の消耗に気づくことは多いんだ。バイクでさえこれだから、自転車乗りはもっと大変だよなと思った時にふと気づく。そういや、俺だって免許を取る前は自転車に乗って海でも山でもどんどん出かけたもんだよな。当時を若かったなんて言うほどまだ年食ってないけど、でも今チャリンコに戻れって言われたらきっついだろうな。逆にね、アウトドアマウンテンバイク型の電動自転車とか乗れば楽しいかもしんないね。初めてバイクに乗った時、アクセルをひねるだけで蹴飛ばされたみたいにバイクが進もうとしてさ、俺は振り落とされそうになりながら必死にしがみついてたっけ。世の中にこんなにも速い乗り物があるのかって真剣に驚いたっけ。ようやくバイクを乗りこなせるようになってからがさらに楽しいんだ。むき出しの体でバイクと一緒になって風を切り裂くように走ったり、のんびり穏やかに流れてみたり、全身使って動かして体中で世界を感じながら走る、そんな気分になったもんな。ガキの頃なら一日かけてやっとたどり着いた場所でもバイクならあっという間だったっけ。嘘だ、ここってこんなに近かったのかよってバイクと一緒に新しい世界を手に入れたような。いや、新しい世界へのパスポートっていう方がしっくりくるかもな。初めてのバイクは今もこうして俺と一緒に北海道を走っている。こいつと進行点が今の俺の夢に向かうパスポートなんだよな。車よりも不便だけど自転車よりも速くて、鉄道よりは疲れるけど思いついた瞬間に曲がって止まれるバイク。俺やっぱバイクが好きだな。タイヤが2つしかないから走り続けてないと倒れちまうとことか、悪天候の時に一緒に頑張って走ってる感覚とか、旅する相棒としては最高だなって真剣にそう思うぜ。ま、惚れてしまえばなんとやらってやつかもしれないけどさ、もしもこいつがいなかったら俺ただのダメなやつのままだったかもしれないな。ありがとな。俺はそっと相棒に声をかけた。うん、じゃあ記事を作ろう。そうですね、ノトロッコの回避類の情景もいいな。サロマ湖竜宮台は
あんまりでしたね。あんまりってなんだ。海被害の情景にしましょう。あ、でも写真撮ってない。撮ってたかな。まあちょっと能取湖で、特に何するでもなくゆったりとした時間の流れに任せて能取湖で潮干狩り見物をしていた時のこと。地元のおじさんがやってきて、ほうけて見つめている俺に網袋いっぱいの貝をプレゼントしてくれた。おじさんの目には俺が意気消沈しているように見えたらしく、どうやら気を利かせてくれたようだ。網袋には象牙色の貝がぎっしり詰まっていて、いやこれは最初は薄茶色でさ、象牙色はさ、アサリじゃなくてなんかは器官がベロンと出てた貝だった気がするな。まあいいや、俺は最初それがアサリだとは思わなかった。本州育ちの俺にとってアサリの色は黒以外には考えられなかったんだ。驚いた、感心した、驚いたでいいんじゃない。驚く俺におじさんは奇妙なあだ名の貝もプレゼントしてくれた。その貝の名前はここじゃ書けない。とにかくそんな名前の貝なのだ。まあ絶対下半身系の名前がつくと思うんだよな。見た目はちょっと異様なその貝も味は格別だとおじさんは言うが、果たして本当はどうなのか。これから俺はそれを確かめようと思っているわけだ。写真ね、ノトロ交互最初だもんね。この2つぐらいしかないよな。潮干狩り見物をしていた絵、ここに写真が来る。確かめてみようと思う。じゃあこれぐらいにそこ。当たり障りがないね。当たり障りのない記事を書いてしまったな。まあいいでしょう。やっぱりあれなのかな、女の子と一緒に回った方が魅力的な記事が書けるみたいなことになってんのかな。メールが2件。ああ残念。バナさんから残念って来てますけどね。なんでしょう。こんにちは、記事拝見しました。読み物としてはいいんですが、できればもっと北海道の本当の姿を紹介してください。地元民からの切なるお願いです。いやー、こういうのって来るよね、ツイッターとかね。まあわかるんだ、誰も悪いわけじゃないんだけど、どうしていいかわかんないよね。まあかといってね、この人の意見寄りに作っちゃうと面白いものができるかというとまた微妙なんだな。まあこんなこと言ってもしょうがないんだけど。そっか、はい、すいません、頑張ります。ふーちゃん、このメール怒ってんのかな。怒ってないといいな。今日行かなかったからな、展望台に。こんにちは、てつさん、冬です。お仕事の方は順調でしょうか。お仕事お忙しそうですね。実は私たちちょっと事情がありまして、北海道を離れることになったんです。もうこっちではお会いすることもないと思いますけれど、お仕事の方頑張ってくださいね。応援しています。それではさようなら。なんだろう、すごい振られた気分になってしまったな。そっか、もう帰っちゃうのか。今日は多分、今日じゃないか、昨日行ってれば多分ね、物語が変わって多分もうちょっと北海道にいたんじゃないかな。今思えば勝手丼食べに行ったのは楽しかったね。今思えばね。新規投稿があんまりないっすね。タワダイだ。懐かしい日々、ゴンタ。いやー、なんか昔の自分を見てるようですな。自分も昔ライダーで、一泊六日、かっこ屋根の下で寝たのが一泊の三つ、荒技をこなしたこともありました。今それをやると、嫁さんが火吹いて怒りますから、遠い夢ですけどね。いや、あの頃に戻りたい。
あれ、上の小池に対してコメントが何にもないぞ。そっか。まあ意気揚々と始めたが、だんだん読者のニーズをつかめなくなってきてるっていうのはなんか悲しいよな。悲しいけどさ、でもやり抜くしかないからな。ウェブランキング、まあなんかランキング落ちてそうだな。ああまあしょうがないっすね。うん、4位か。でもそんな悪くないや。頑張ろう。うん、頑張っていきましょう。ね。はい。はーい。ということで、風雷記やってきましたね。今回もちょっと長くはなってるけど、一本の動画でいいんじゃないかなと思いますね。まだ6日目ですね。明日特にやることがないらしいので、日曜日どういう過ごし方をするかは、わかんないんですけど。まあ、やっていけましょう。行きましょう。それではね、また、一緒に旅をしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。